義理も人情もねえ、三原淳子氏、恩人、裏切る、新次郎氏支援、の、代わりに、二毛批判、岸田首相にも見せていた、無礼発言。9月7日、野田聖子元総務大臣は地元の岐阜市内で記者会見を開き、自民党総裁選の立候補に必要な20人の推薦人が、まだ集まっていないことを明らかにした。写真あり、 三原淳子、レース場での、イケてる姿。政治担当記者はこう話す。野田事務所からの案内には、自由民主党総裁選挙出馬表明会見のお知らせ、とタイトルがついていたため、てっきり20人を確保したのだと勘違いしたメディア関係者もいたようです。しかし、現状では十数人しか集まっていないことがわかり、 立候補するかどうかは9日以降に判断するようです。野田氏は2015年と2018年の総裁選では20人の推薦人を確保できずに立候補を断念。しかし、前回2021年の総裁選では推薦人20人を確保して初出馬した結果は4人中再開。 前回の総裁選で野田さんの推薦人代表となったのは、三原淳子元厚生労働副大臣でした。三原さんは、2期目となる2016年の参院選では、神奈川県選挙区から出馬し、トップ当選を果たしました。その際、応援に駆けつけた野田氏に対して、私を政治の世界に導いてくださった母、と感謝の言葉を記していました。 また、自身の公式サイトでも、2022年5月に私が自民党の国会議員でいられるのは野田聖子大臣が、野党時代の自民党に何度もお願いをしてくださり、比例代表で12年前出馬をさせていただきました。このご恩は絶対に忘れない、と感謝の意を綴っています。見晴らしにとって、恩人といった存在です。ところが、 今回は小泉慎次郎候補の選対に入り、地方議員班を担当しています。これを野田氏に対する裏切りだと見る向きも、党内にはあるようです。どうまえ。三原氏は9月6日、慎次郎氏の出馬表明を受け、自身の X にこう投稿した。政治刷新本部の中で共に戦った小泉さんは誰よりも危機感を持って改革に挑んでいた。 いつまでも議論ばかりではなく古い政治に決着をつける時が来た。だから私は小泉慎次郎。三原氏が、恩人の野田氏が窮地に陥る中、慎次郎氏への支援に乗り換えた。代わりに、ブリについて X では批判の声が上がっている。野田成功を裏切って小泉慎次郎へ倶返する。前回のポストでも人出なしと思ったけど、 やはり義理も人情もねえな。この人、あ、思い出した。そうだった前回は野田聖子だったよねダメだこりゃ。泥船からは一目散ってか三原氏といえば、8月14日に岸田文雄首相が自民党総裁選への不出馬を表明した際も、岸田首相に、無礼、を見せて、騒動が起きていた。当時、三原氏は岸田首相の決断について、 自身の X で責任を取るというなら遅すぎた、と通列に批判しました。確かに、それまでも党内から首相批判は聞こえてきましたが、それよりも党を代表して首相を務めていたのですから、まずはねぎらいと選出した自分たちへの反省があっていいもの。野党である立憲民主党の泉健太代表ですら、岸田首相に対し、 まずは X で本当にお疲れ様でした、とねぎらいの声をかけていたのですから。そういった人情味のなさに対して、野田氏を裏切った現在と同様の批判の声が、X で多く聞かれていました。2019年6月の参院本会議で、安倍晋三首相の問責決議案を提出した野党に対して、恥を知りなさいと発言した三原氏。今、 まさにこの言葉がブーメランとして帰ってきているのではないだろうか。